ばんは、WGSL 都市です、今回ですね、今からちょっと練習風景撮影するんですけども、膝立ち打ちの練習風景を撮影しようかなと、皆さん消さないでくださいね、チャンネル変えないでくださいね。チャンネルというか膝立ち打ち見た瞬間にチャンネル登録解除しないでくださいね。本当にこれまあめっちゃ重要な練習方法なんですよ。こういう感じで打つんですけど、まあ今まで日本のレッスン受けてこられて、腰回せ、腕振るなって受けてきた方、絶対ここダフるんですよね。で、それでダフってしまうってことは、全く腕が振れてない。全く腕が振れてないってことなんで、これで練習してもらえると、本当に腕が振れるようになるんで、しっかりね、腕は振らないと。逆に、じゃあなんで腕振らなあかんねんって。思うと思うんですけど、ちょっとレッスンっぽくなっちゃいました。レッスンっぽくなっちゃうちょっとレッスンしちゃうとね、なんでレッスンせえへんねんってみんな思ってるかと思いますけどまあそこはもう、はい、まあきっぱり言いますけど、ビジネスですから、ビジネスで、まあ、まあせっかくなんでちょっとだけ膝立ち打ちが打てるようになると傾斜値めっちゃうまになります。言ってよかったかなっていうぐらい、今ちょっとボスに睨まれてるんですけど、これぐらい腕振れるようになったらどんなライからでもポポーンって打てるようになるんで、で膝立ちする時の注意なんですけど、後ろの人を絶対しばかないようにしてください。後ろやられる時は、膝立ち打ちする時は後ろに人がいないことを確認してお願いします。結構まっすぐ飛んでますね。今ので220とかぐらい軽くポンポン打ってます。風純プロこれでマジで270-280飛ばしてくるんで本気で飛ばしてくるんで、あの子はちょっと本当はちょっとぶっ飛んでますね。まあこういう練習してると僕結構声かけられるんですけど、兄ちゃんすごい練習してんなってこう兄ちゃんそれ何の意味があるんや、めっちゃ声かけられるんですけどそうなんです。で、はい、で僕絶対言うんですよ、あやってみてください、絶対やらないですからね、これ本段できへんわ、うまいかできんねやろって言われるんですけどいや本当によく声はかけられますね、膝立ち打ちしてたら。今日調子がいいですね今日割とまっすぐ飛んでますね。まあ膝立ち打ち練習する場合は、まあ、もし WGSL ファンの方が見られてましたら、もう10球は絶対やってください、10球は僕もやってますんで、絶対。はい、あ、わかりました。では、まあ、ボスからお前振れよと言われたんで思いっきり振りますね。まあ、振る際はこうポンポンってこう今ので250ぐらいはいってるかなと。じゃあ次270-280を打倒風純プロということで、うわっポーこれは疲れてきましたね。ラストで左手一本僕めっちゃ苦手なんですけどこんなカメラの前で偉そうなこと言ってますけど、僕結構左手一本苦手なんですけど、まあこれはそうですねだって、まあ、膝立ち打ちすると本当に飛ぶようになるんで、飛ぶっていうところをちょっと一発だけ最後に。これもこれ R シャフトです。柔らかいシャフトは曲がるっていうのは嘘ですからね、皆さん僕が証明します。お、ありがとうございます、まあ、皆さん膝立ち打ち絶対やってください、絶対絶対ほんまにクマなりますんで、
もういい。